海上自衛隊の潜水艦22隻体制が整い、VSL 搭載潜水艦の建造に着手する。日本、今や、政治家の中にも、原子力潜水艦建造の保有を問う声が多くなっています。今回は、この海上自衛隊に、原子力潜水艦が必要なのか、詳しく考察していきますね。次世代通常動力潜水艦の建造計画もあり、難題はエンジン開発でしょう。海底でも発電できるシステムある。2023年を迎えた日本では、海上自衛隊において、昨年2022年3月に、最新鋭の大鯨型潜水艦のネームシップにして、1番艦の大鯨の実戦配備を行ったことで、潜水艦隊の22隻体制を構築、領海防衛力を強化している。そして、このところ通例となっている、毎年1隻ずつ、の新造の潜水艦の収益サイクルも検知されているため、今年2023年3月にも、大鯨型の2番艦、枠鯨の収益が予定され、その流れは継続されている。今後は、今年の枠鯨の収益時には、実戦配備中の潜水艦の中で、最も古い形式の親潮型が、練習用の潜水艦等への変更を行うとして、昨年確立した22隻体制を維持するであろうことが予期されている。この現状の潜水艦22隻体制というものは、2011年度からの防衛計画の大綱に基づいて推進されていたものであるが、昨年末には、これは国家防衛戦略という文書名に変更されたことも申し述べておくべきだろう。2022年末に、国家防衛戦略を含む新たな安全保障関係の3文書が現在の内閣の承認を受けて動き出し出しているが、大幅な防衛費の増額が盛り込まれたとはいえ、潜水艦22隻体制については現状維持となっている。では2023年3月に予定通りに枠鯨が収益した場合の22隻の内訳はどうかといえば、親潮型8隻、双竜型12隻、大鯨型2隻で構成されると見られ、以後も親潮型が減り、大鯨型が増加する形がしばらく続くと思われる。これら、海上自衛隊の潜水艦は、すべてが攻撃型に分類される通常動力型の艦艇になるが、一口に通常動力型といっても、時代によって、機関部の構成を見直してきており、大まかに、三つの形式に分けることができる。まず、最も古い親潮型は、基準排水量2750トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートルの艦隊に、ディーゼルエンジンと鉛製の蓄電池と発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式である。そして、次の、双竜型は、10番艦までが、基準排水量2900トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの艦隊に、ディーゼルエンジンと鉛製の蓄電池と発電機、さらに、スターリングエンジンを組み合わせ、機体機依存推進を実現した。だが、双竜型の11番艦と、12番艦の最後の2隻では、これが、基準排水量2950トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの艦隊に、ディーゼルエンジンとリチウムイオン製の蓄電池と発電機組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式に変更される。そして、最新鋭の大鯨型も、この後期の、双竜型の機関構成を受け継ぐ形で建造されており、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの規模で、艦隊を含めて、若干の大型化が行われた形である。双竜型の1番艦から10番艦までの10隻は、就役した当時は、スターリングエンジンをも備え、
不待機依存推進を実現した潜水艦となり、通常動力型潜水艦としては、連続潜航時間やその航続距離性能は高いと評価された。しかし、スターリングエンジンは、その大きさに反して、出力自体は非常に小さく、日本の GS 湯浅社が、高性能なリチウムイオン蓄電池の開発に成功したことによって、存続するか否かが、天秤にかけられ、廃止されることが決められた。従来のリチウムイオン蓄電池は、衝撃によって非常に発火し、安い点が問題視されており、ことに潜水艦のような軍艦に採用するには、安全性に難があったが、GS 湯浅社の技術力や、三菱重工業社の艦の設計もあり実用化された。これによって、総、流型の後期の2隻以降、タイゲイ型まで、ディーゼルエンジンとリチウムイオン製の蓄電池と発電機組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式が採用され、この形式が、しばらくの間は続くと予想されている。タイゲイ型では、新型のシュノーケル発電装置等も実用化されており、これまでの海上自衛隊の潜水艦の中でも、海中での連続潜航能力が高められたことは間違いないが、確かに、通常動力型潜水艦の中ではという前提は変わらない。こうした海上自衛隊の潜水艦のあり方に、疑義を投げかけたのは、やはり、2021年9月に、オーストラリアが、アメリカ・イギリスとの間で、新たな軍事同盟であるオーカスの締結を発表し、原子力潜水艦の保有を打ち出したことが大きいだろう。もともと、純粋に、軍事的な側面から見れば、乗員の体制と食料さえ持つ場合には、燃料の補充が不要で、給排気のために浮上する必要がない原子力潜水艦は、数ヶ月に、及び、作戦行動が可能で、しかも、水中の移動速度も、極めて高速である。日本の海上自衛隊の潜水艦の場合、親潮型、総、流型、タイゲイ型ともに、水中での移動速度は、最大でも、およそ18ノットから20ノットほどに過ぎないが、攻撃型の原子力潜水艦であれば、その 1.5 倍の30ノットほどにも達する。そのため、日本の海上自衛隊をはじめ、各国の通常動力型潜水艦は、基本的には、必ず、敵艦が航行を行うチョークポイントに先んじて待機し、それを待ち伏せて攻撃する運用が基本であり、進出鬼没というわけではない。こうした通常動力型潜水艦と原子力潜水艦の特性を踏まえて、2022年の参議院議員選挙前には、国民民主党の玉木代表が、日本の周辺の安全保障環境の悪化を要因に、原子力潜水艦の保有の検討を行うことは必要だと述べるなど、政治的にも言及された。そもそも論で言えば、現在、およそ、世界で、120カ国が海軍を保有しており、そのうちのおよそ40カ国で、潜水艦の保有、運用がなされているが、自国で、潜水艦の建造を、完結が可能な国は、およそ12カ国しかないと考えられている。日本も、そのおよそ12カ国には、数えられるわけだが、これが、さらに、原子力潜水艦となると、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用しているのみで、これに、今後オーストラリアが加わる形である。さらに、現在のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国の中でも、インドは、自国での原子力潜水艦の建造までには至っておらず、いずれは実現するだろうが、今はロシアからのリースである。では、今現在、原子力潜水艦の建造を行っているアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5カ国を考えた場合だが、
GDP 等の経済規模で考えるならば、日本はイギリス、フランス、ロシアよりは上回っている。しかし、いかに通常の原子力発電所は稼働させているとはいえ、潜水艦に搭載するための原子炉の技術等は、日本は独自には持ち合わせておらず、今後も自国のみで、それを実用化することは、ほとんど不可能だと見るべきだろう。したがって、日本が、実際に、原子力潜水艦を建造しようとするとしたならば、オーストラリアの例と同様に、アメリカやイギリス等からの技術支援を仰ぐことが必須となると思われるが、膨大な投資と時間がなければ困難だ。現在の大型潜水艦の新造に要するコストは、一隻あたり800億円ほどにまで達しているが、間違いなく、原子力潜水艦の建造には、桁の違うコストが必要になり、今のような22隻体制を構築することは不可能であろう。しかも、日本の海上自衛隊が、主な活動領域としているのは、日本海、東シナ海、太平洋の一部といった、比較的に、日本の沿海域であり、親潮型であっても、南シナ海への進出が行えていた、実績も確認されている。そうした点を勘案するならば、あえて、建造にも維持、メンテナンスにも時間も費用も必要となる、攻撃型の原子力潜水艦保有を強行するメリットは、かなり薄いように映り、議論を行うことはやぶかさではないが費用対効果は、低いと思われる。